皆さんこんにちは、ももです。本日は最近コロナウイルスだったり花粉の季節でマスクをする方が多いと思うので、今回ねマスクをしていても可愛く盛れる崩れないメイクをね紹介していきたいなと思います。今回マスクをしていても目元はねしっかりとナチュラルに持ってちょっと可愛い印象に仕上げているっていうのと、あとは結構皆さんこうマスクをしてても外す機会っていうのはあると思うので、マスクを外した時でもしっかりと血色感のあるメイクに仕上げてます。であとは実際にこうマスクを長時間していてもこのマスクの裏とかにはファンデーションだったりメイクの色味がね映らない、本当に崩れにくい、メイクとなってます。それでは早速崩れにくいベースメイクから始めていきましょう。どうぞ。まず化粧下地としてポール&ジョーのモイスチャライジングファンデーションプライマー、色は01番を使っていきます。マスクをするときは乾燥しがちなので下地とかはこう保湿がしっかりされるようなタイプのものをぜひ選んでみてください。ポール&ジョーの下地は顔のくすみとかもパッと飛ばしてくれますし、次にのせるファンデーションの持ちとかもすごく良くなるので、まずはこれを顔全体に薄く伸ばしていきます。この下地をのせるとねパッと顔も明るく見せてくれますし、肌もねしっとりとしたお肌に仕上がります。続いてマスクをねしていても本当に崩れなかったファンデーションがランコムのタンイドルウルトラウェアリキッドファンデーション、色は03番でこちら SPF38 PA が3プラス入っています。本当に1日中マスクをしていてもあのマスクの裏にこのファンデーションの色味が全然ついてなかったのと、であとは運動した時にすごく汗をかいた後とかでもメイク崩れがねあんまりしていなかったので、もうとにかくカバー力も高くて崩れにくいファンデーションだったので今ねマスクをする時期にはとってもぴったりなファンデーションかなと思います。このファンデーションを顔の中心から外側にかけてスポンジを使って薄く伸ばしていきます。で結構オイリー肌の人とかでやっぱりこう T ゾーンとかがすごく崩れやすいっていう人は自分が持ってる皮脂テカリ防止タイプの下地もねのせておくとさらに安心かもしれないです。ファンデーションをね顔全体のせるとこんな感じです。これ1本だけでもかなりカバー力も高いので、なんかお肌もしっとりしてるんだけどこうベタつく感じではなくてセミマットな仕上がりです。続いてコンシーラーは何でもいいんですけどキスのメイクリタッチパレット、色は01番のライトを私は使っていきます。私はねこの真ん中のコンシーラーを使っていきます。で自分が持っているコンシーラーとかでもいいので、肌が気になる部分にしっかりとコンシーラーで隠していきます。で特にマスクをしている時ってアイメイクがすごく重要になってくると思うので、私は特にこの目の下の茶グマだったり色素沈着で結構肌がくすんで見えちゃう部分でもあるので、目の下をしっかりと隠してより顔色をねパッと明るく見せていきたいと思います。続いてはですねチークに入りたいと思います。今回使っていくのはマジョリカマジョリカのクリームデチーク、色は RD310番のコーラル系のカラーを使っていきます。マスクをするときにチークもいらないかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、マスクを外すタイミングもあると思うので、その時に、クリームタイプだったりリキッド状タイプのこのベースの時に一緒に仕込むことによって、血色感も与えてくれますし、こういうパウダーよりリキッドだったりクリームタイプの方が崩れにくくて、マスクとかにも色移りはあんまりしないかなと思います。このチークはのせた時にリキッド状タイプなんですけど、こう肌にのせて伸ばしていくとパウダー状に変わってサラッとした感じに仕上がるので、マスクする時や崩れにくいチークを、ね、お探しの方このマジョマジョのチークすごくおすすめです。そしてベースメイクの仕上げにコスメデコルテのフェイスパウダー11番を使っていきます。私は個人的にこう化粧崩れがしにくいパウダーっていうのはものすごくこう粒子が細かくてこうサラッとした感じに仕上がるものが自分が実際つけた時に本当崩れにくいなと感じるので、今回はね最近お気に入りのこのコスメデコルテのフェイスパウダーを使っていきます。まず皮脂やテカリが出やすい T ゾーンからのせていって、で余ったパウダーを顔全体に軽くのせていったらこれでベースメイクは完成です。はい、というわけでマスクをしてても崩れにくいベースメイクが完成しました。血色感も出しつつ、これはですね実際にこう私がベースメイクをした時にこう何時間もマスクをしてたりとか運動した後とかでも本当に崩れにくくて寄りにくいベースだったので、これね本当におすすめです。続いて眉毛は本当に何でもいいんですけども、私がいつも使っているフーミーのアイブロウパウダー、色は N ブライトブラウンを使っていきます。で私は今の髪の色にも合わせてこの真ん中のピンクブラウンカラーを使っていきます。アイブロウを描くときは皆さんがいつも描いている眉毛でいいと思うんですけど、色味とかはこう赤だったりピンク系のカラーを少しこう足してあげたりすると、だからマスクをしててもこうきつくなりすぎずに優しい印象に見えるかなと思います。
そして続いてキスミのヘビーローテーションカラーリングアイブロウ、色は03番のアッシュブラウンを私は使っていきます。アイブロウマスカラも私はいつも使っているので、まずはこの眉毛をカラーリングしていきます。続いてアイシャドウは今回はクリオのプロアイパレット、色は01番のシンプリーピンクを使っていきます。まあ、特にこうマスクをしている時はあんまり濃いめのカラーを使ってしまうと目元がこう潰れて見えてしまうので、できるだけ明るめのカラーのものを私は選ぶようにしてます。まずはアイシャドウベースとしてこちらのマット系の明るいピンクカラーを使います。そしてこのアイシャドウをアイホール、まあ、広めにのせていきます。続いてこちらの真ん中のピンクカラーを筆に取って、このシャドウをまぶた半分にのせていきます。そしてね、このカラーを下まぶた全体にものせていきます。で、下まぶたにのせる時のシャドウの色はピンク系のカラーを使った方が肌なじみも良くて、すごく自然な涙袋も作れます。続いてはこちらのラメのシャドウを指に取って、これを目元のハイライトとしてまぶたの真ん中にのせていきます。まあ、マスクをしてる時とかでもこういうラメ系のものをね少しのせることによって目元もね一気に華やかに見えるかなと思います。続いて涙袋にもねこのラメのシャドウをのせていきます。続いてアイライナーはヒロインメイクのロングステイシャープジェルライナー、色はモーブピンクを使っていきます。私は今回ピンク系のシャドウを使ったのでモーブピンクカラーを使っていきます。個人的に私はアトピーで目元のシワとかがもともとあるので、まあ、リキッドライナーよりジェルライナーの方が崩れにくくて寄りにくいのでこちらを使っていきます。もうアイライナーを引くときはねもう目尻側だけ引いちゃいます。続いてはケイトのダブルラインフェイカーの極薄ブラウンを使っていきます。で、私は涙袋をもうちょっと強調させたいのでこれで影を描いてより涙袋をねぷっくりと見せていきます。続いてマスカラ、ヒロイメイクのマイクロマスカラアドバンスフィルム、色は02番を使っていきます。で、私は今回上のまつげだけのせていって、もう下まつげはね結構よれちゃいやすいので下まつげはあえてもうのせません。まあ、色味も目元が優しい印象に見えるブラウンを使っていきます。はい、というわけでマスカラをのせたらこれでアイメイクは完成です。結構私はマスクをするときは目元はこう涙袋メイクをね意識してするとちょっと目元も可愛い印象に仕上がるかなと思うので、このアイメイクをねすることが多いです。続いてトゥークールフォースクールのアートクラスのシェーディングを使っていきます。で、今回シェーディングはこうマスクをするときに一番見えるこの鼻の付け根をねしっかりとこう彫りを出してシュッとした鼻筋に見せていきたいと思います。鼻のこの付け根の部分だけですね、ここにざっくりとシェーディングをのせていってあげます。うん、こんな感じでシェーディングを入れていきます。はい、こんな感じで鼻の付け根の部分だけシェーディングをしました。続いてハイライトはセザンヌのパールグローハイライト、色はシャンパンベージュを使っていきます。まあ、今回ハイライトもこの部分中心にのせていきます。まずはね、額を丸く見せるためにおでこと、そしてこの鼻の付け根の部分、そしてこの頬骨の高い位置にものせます。この鼻筋と目頭の間にもハイライトをね少し仕込むとお肌もねツヤっと見えて、よりちょっと彫りが深く見えるかなと思います。はい、というわけでマスクをつける時のハイライトはこんな感じです。今回はリリーバイレットのこちらのライヤーコーティングティント、色は01番のピーチカラーを使っていきます。そして唇全体にレップをのせていただいて、でツヤがあるとマスクをつけた時にマスクに色が移ってしまうので、ここで一回ティッシュオフをしておきます。まあ、マスクをつける前に一回こうティッシュオフをしておくことによって、こうマスクとかにはねあんまりこうリップの色とかがねつかないかなと思いますので、ぜひやってみてください。そしてメイクの仕上げにクラランスのフェイスメイクアップをね最後顔全体にシュッと一吹きさせてあげると、メイクの持ちも良くしてくれて崩れにくくしてくれるアイテムです。はい、というわけでマスクをした時でもね崩れにくいメイクが完成しました。いかがでしょうか。ちょっとね今家にあるマスクがでかいのしかなくてちょっと変なんですけど、特に今回紹介したベースメイクは本当にこんな感じでしっかりとこすったりとかしてこう押さえたりとかしても本当にねマスクの裏とかにもね全然色が映ったりしないです。でこのメイク私結構気に入ってて、なんかマスクした時も目元はしっかりこう涙袋とか強調してるメイクなので、ぷっくりとした感じでこう優しい印象にも見えるし、あとこうマスクを外す場面もあると思うんですけど、こう外した時とかでもしっかりとこう
チークとリップで血色感を出しているので、まあ、今回ベースメイク以外は皆さんが持っているコスメとかでも真似できる感じかなと思いますので、ぜひぜひ真似してみてください、まあ、マスクをしていてもね、可愛くメイクしてね、もう気分をどんどん上げていきましょう。まあ、個人的にマスクをするときは髪の毛を下ろすよりこんな風に、まあ、一つに束ねておいてる方がすっきりと、まあ、見えるので、私マスクするときは大体髪の毛は結ぶことが多いです。まあ、少しでも参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。